3分コマットクラブ。それでは早速やっていきたいと思います。ミュージックスタート。構えて、まずは横ですね。しっかり倒してください。めっちゃ上手です。脇がしっかり伸びてるなっていうのを実感しながらやってください。やってる最中タオルがこう歪んじゃったり、膝が曲がっちゃったり、体が前の方に倒れたりとかしないようにだけ注意してください。しっかり姿勢をキープしながら、あー伸びるね、もうちょっと、はい、回しましょう。ゆっくりしっかりと伸ばしていってください。反対、そんな感じ、反対。この時もね、膝が曲がったりとかしないようにしてください。遠くを通す感じ、よっ、もう一回、よいしょ、ほい、反対、よっ、行きます、ほい。これですね、頭の後ろにこうして通してくれると一番理想的。厳しい人はタオルをもっと端長く持ってやってみてください。もっと厳しい人、これを前に胸元にやるのも全然 OK です。試してみてください。できる人はね、こっちでぜひやって肩甲骨をバリバリ動かしてください。で、まっすぐ伸ばしますね。これがね、結構ずっと上下してるのも体力を奪われていきますので、しっかりと意識するといっぱい汗かけると思う。あー、肩甲骨動くね。ほい、ほい、よっ。さあ、ここの姿勢ね、しっかりと結構前のめりになる感じ。ただお尻をしっかりと突き出すというイメージを忘れないでください。よっ、よっ。腕が広がらないようにこうしてね、こうならない、ギュッと寄せます。そうです、ギュッ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 。どう、効いてきてる？もうね、僕は汗ばんでるよ。さあ、もう少しだよ、よいしょ。しっかりとタオルを引いてください。お疲れ様です。バッチリ、ナイス3分。皆さんもぜひ何度も繰り返しやってみてください。以上、タオルを使ったトレーニング3分でした。ブルンブルン。